日本は防衛費の増額を決定し、防衛政策の転換点となっている。そんな中、反撃能力の向上で、人に、意識地対艦誘導弾も、射程距離の延伸と能力向上が進行中。今回は、和製トマホーク、人に、意識精密誘導弾改めを詳しく深掘りしていきます。自衛隊の強化が急がれるが、やはり、隊員不足は、自衛隊でも深刻な状態です。ドローンやエアイナ、どの装備が急がれますが、ターミネーターみたいな未来が来ると恐ろしく考えてしまいます。中国の動きが以前とは違って日本を攻撃している。近平は終焉かもね。2023年8月31日、日本の防衛省は、来年度2024年度分の防衛予算の概算要求を公表。これによれば、その額は、およそ 7.7 兆円と本年度2023年度分のおよそ 6.8 兆円分から大きく上乗せされ、防衛力の強化期間という政策を反映したものとなった。今年度の2023年度分から2027年度分までの5年間の防衛予算の累計額は、これまでに43兆円に到達する見込みであることが示されており、最終年の2027年度分では、およそ 8.9 兆円規模まで段階的に増加していく試算がなされている。こうした日本の防衛予算の増額の道筋は、2022年12月に改定後に閣議決定された、いわゆる安全保障関連の3文書の内容に沿って実行に移されているものだが、当然、日本の周囲の仮想敵国の軍備に対抗する必要に迫られての決断だ。未だ、こうした防衛予算の増額に対し、太平洋戦争後の日本では、そうした方向性を、好戦的な現政権が推進しようとしていると、批判の対象とする言説が、多くのメディア等でも散見させる状況であると言えよう。それらの意見は、日本が置かれた地理的な環境の下で、近隣の北朝鮮や中国の軍備の拡張からは目を背け、ひたすら自国の軍備にのみ危険性を叫ぶという従来しかとした構図で、ある意味、日本の言論の自由を証明しているとすら思えるほどだ。しかし、2022年2月から開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻が、こうした冷戦構造下の日本国内のステレオタイプな机上論に投げかけた波紋は大きく、抑止力としての軍拡を受け入れる方が、世論の上でも主流に見える。そんな状況下の日本の2024年度の防衛予算の概算要求であるが、その使途とは、北朝鮮や中国が配備を進める中、長距離兵器への抑止を念頭に、ミサイル防衛用の多用策の拡充と、反撃能力の取得に重点が置かれている。ミサイル防衛用の多用策の拡充としては、イージス・アショアの代替となるイージスシステム搭載艦の2隻の新造を中心に、およそ 1.3 兆円弱が計上されており、この分野が、今の日本の防衛の喫緊の課題であることを示している。そして、反撃能力の取得だが、かつては敵基地攻撃能力と呼称され、自衛隊が、それらの装備品を保有することは、専守防衛の理念に反するとの一部からの批判にさらされつつも、今後の抑止力の用として必要であるとの認識が向上した感も強い。反撃能力を示すための兵装として、開発と配備の強化が打ち出されているのが、スタンドオフミサイルと日本政府が呼称しているもので、これは、仮想敵国の防空兵器の射程距離外から、攻撃を可能とする長距離打撃兵器の総称だ。そして、今回の2024年度の防衛予算の概算要求の中では、このスタンドオフミサイルの一種として、従来までになかった新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が記載され、320億円の予算が計上されている。今回の2024年度の防衛予算の概算要求において、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、長距離を飛翔可能な性能を持ち、地対艦、地対地攻撃に向けた精密な誘導性能を備えたスタンドオフミサイルとして開発されるものと定義されている。その上で、この新地対艦、地対地精密誘導弾は、すでに、開発と量産化が同時並行で進められている人に、
意識地対艦誘導弾の能力向上型の自発型で使用される地上装置を活用することが明記されており、開発の効率化も示唆されているように感じられる。今回の2024年度の防衛予算の概算要求で登場したこの新地対艦、地対地精密誘導弾だが、昨年2023年度の防衛予算の概算要求の時点では、当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究を行うという、技術が資料上に記載されていた。この当初防衛用新対艦誘導弾について、要素技術の研究という記述が消え、今回から、新地対艦、地対地精密誘導弾の開発という項目が示されたことからも、前者の研究が、後者の開発として具体化され、名称が変更されたという解釈が大勢を占めている。人に、意識地対艦誘導弾は、その名が指し示す通り、2012年度から陸上自衛隊が調達を開始した対艦攻撃用途を主とする誘導弾を、装輪式の車両に搭載して運用される地対艦ミサイルシステムで、三菱重工業者が生産を担っている。オリジナルの人に、意識地対艦誘導弾は、亜音速で飛翔する誘導弾を発射する兵器システムで、その最大有効射程距離は、およそ 200km 程度と決して長くはないため、現状では、南西諸島の島々に分散して複数箇所に配備する形をとっている。これに対し、近年は、敵艦艇に搭載される対艦誘導弾を迎撃するためのミサイルの射程処理が向上してきていることから、日本でも、人に、意識地対艦誘導弾の射程距離を延伸して、より遠方の安全な場所から運用する方向で、能力向上型の開発が進められている。人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型は、その有効射程距離を、第一段階として、まず、およそ 900km 程度まで延伸し、続いて、最終的には、およそ、同 1500km 程度まで延伸することが見込まれており、飛躍的な運用範囲の拡大が期待されている状況だ。かつ、そうした射程距離の飛躍的な延伸に加えて、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型では、ベースである陸上配備の地発型以外にも、航空機に搭載する空発型、艦艇に搭載する艦発型といった発射破破機の多層化も行うとされている。オリジナルの人に意識地対艦誘導弾、そして、その改良版である、能力向上型ともに、対艦攻撃を主要としながらも、GPS を使用した誘導を行うことが可能で、限定的な対地攻撃用途にも対応しており、従来の自衛隊の兵装よりは、運用の幅が広がってはいる。これは、アメリカ製のトマホーク巡航ミサイル等でも同様であり、こうした兵装を批判する勢力からは、今の日本政府が反撃能力と言い換えた、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれた攻撃的な兵器だとして攻撃対象になっている。そうした批判が一部で根強く行われる理由は、こうした長距離打撃兵器は間違いなく攻撃的な兵器であり、自衛隊が基本理念として掲げる専守防衛という考えに反するとした旧体制化としたイデオロギーが根底にあるのだろう。だが、今のロシア・ウクライナ戦争の推移を見ても明らかなように、航空機や自爆型の無人航空機による無差別な空爆を阻止するには、対症療法としての対空迎撃兵器は当然としても、元を絶つなら、削減地攻撃の兵装が必須であることは自明である。そうした日本国内における批判を考慮しているゆえか、今回の新地対艦、地対地精密誘導弾についても、その対地攻撃能力については、言及は行われていないが、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等よりも、精緻な対地攻撃能力の付与が想定されていると思われる。これは、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等の対地攻撃時の誘導方式が、簡易な GPS を使用したものであることに比して、新地対艦、地対地精密誘導弾では、より精度の高い赤外線誘導等を実装するのではないかと、個人的には感じている。新地対艦、地対地精密誘導弾は、その最大射程距離でも、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型の最終版のおよそ 1500km 程度を大きく凌駕し、日本の中心部から、中国大陸の沿岸部を攻撃範囲に収める可能性が高いと考える。
これによって、中国沿岸部の航空基地や地上のミサイル施設を直接攻撃することが、物理的にも制度的にも可能となり、本来的な意味で、中国の開戦意図をくじく強力な抑止力となるのではないかと期待している。ただし、新地対艦地対地精密誘導弾に関しても、その誘導弾本体の飛翔速度は、人に、意識地対艦誘導弾の能力向上型等と同様に、亜音速である可能性が高く、中国側の防空網を考慮すれば、飽和攻撃が可能な数を揃える必要が必須にはなろう。